こんにちは。嵐といえば、今年12月31日をもって活動休止することを発表しています。ファンの間では、この決断にはメンバー間の不仲が影響しているのではないかという噂が絶えません。特に、松本潤と桜井翔の中川、類という説が根強くあります。では、 この船仮説は本当なのでしょうかその真相に迫ってみましょう。まず、松本潤と桜井翔が船からと言われる理由を挙げてみます。一つ目は、二人の恋愛観や女性関係に違いがあることです。松本潤は過去に女優やモデルなど多くの美女と交際してきましたが、 現在はセクシー女優の青いつかさと交際中だと報じられています。一方、桜井翔は女子アナウンサーと交際中だと言われています。松本潤は恋愛に対して奔放で自由奔放なタイプであり、桜井翔は恋愛に対して真面目で堅実なタイプであると言えます。このように、 二人の恋愛観や女性関係には大きな差があります。二つ目は、二人の仕事への姿勢や方向性に違いがあることです。松本潤は嵐の中でも演技力が高く評価されており、ドラマや映画などで主演を務めることが多くあります。また、ジャニーズ事務所の社長であるジャニー北川氏からも、 将来的に事務所の演出候補として指名されています。一方、桜井翔はニュースキャスターとしても活躍しており、現在は NEWS0 日本テレビ系デキャスターを務めています。また、桜井翔の父親は元官僚で、現在は電通で執行役員を務めており、 桜井翔自身も慶応大学を卒業しており、学歴やコネを活かして、ジャニーズ以外の分野でも活躍する可能性があります。このように、松本潤はジャニーズ事務所内での地位やキャリアを重視するタイプであり、桜井翔はジャニーズ事務所外での活動や知性を重視するタイプであると言えます。三つ目は、 二人の性格や価値観に違いがあることです。松本潤は嵐の中でもリーダーシップが強く、グループのプロデュースや演出を担当することが多くあります。また、松本潤は自分の意見や感情をはっきりと表現するタイプであり、時には他のメンバーやスタッフに対して厳しい態度を取ることもあります。 一方、桜井翔は嵐の中でも穏やかで優しい性格であり、他のメンバーやスタッフに対して気配りやフォローをすることが多くあります。また、桜井翔は自分の意見や感情をあまり表に出さないタイプであり、時には他のメンバーやスタッフに対して不満や不信感を抱くこともあります。 このように、松本潤は自己主張が強く自信家なタイプであり、桜井翔は自己主張が弱く控えめなタイプであると言えます。以上のように、松本潤と桜井翔は恋愛観や女性関係、仕事への姿勢や方向性、性格や価値観などにおいて大きな違いがあります。 これらの違いが二人の船仮説の根拠となっています。では、この船仮説を裏付けたのはある共演者だったというのは本当なのでしょうかその共演者とは誰なのでしょうか実は。この共演者というのは女優の広末涼子さんです。広末涼子さんは2017年に放送されたドラマ 99.9刑事専門弁護士 TBSK で松本潤さんと共演しました。このドラマでは広末良子さんが松本潤さん演じる主人公深山大将の恋人役を務めました。しかし、このドラマで広末良子さんが松本潤さんに対して不快感を示したことが報じられました。その理由は、 松本潤さんが広末良子さんに対して高圧的な態度を取ったことだと言われています。具体的には松本潤さんが広末良子さんに対して演技指導をしたり台本を変更したりすることが多かったそうです。広末良子さんはこれに対して不満を感じたそうで松本潤さんに対して 冷たい態度をとったり、撮影現場で無視したりすることもあったそうです。このように、広瀬涼子さんと松本潤さんはドラマで恋人役を演じながらも仲が悪かったということです。では、この広瀬涼子さんと松本潤さんの確執が、なぜ、桜井翔さんとの船仮説につながったのでしょうかその理由は、 広末涼子さんと桜井翔さんが親しい友人だからです。実は、広末涼子さんと桜井翔さんは2009年に放送されたドラマ、スマイル TBSK で共演して以来、仲が良いことで知られています。このドラマでは、広末涼子さんが桜井翔さん演じる主人公、海との恋人役を務めました。 このドラマで、二人は恋愛感情を持ったという噂もありましたが、それは事実ではなく、ただの友人だと言われています。広末涼子さんと桜井翔さんは、ドラマ以外でもプライベートで交流があるそうです。例えば、2018年には、広末涼子さんが、桜井翔さんの誕生日を祝って、 一緒に食事をしたことが報じられました。また、2019年には、広末良子さんが、桜井翔さんのニュース番組 NEWS0 にゲスト出演しました。このように、広末良子さんと桜井翔さんは、長年にわたって、親密な関係を築いてきたと言えます。そこで、広末良子さんが、 松本淳さんに対して不快感を持ったことを、桜井翔さんが知ったということです。桜井翔さんは広末良子さんの友人として、松本淳さんに対して不満や怒りを感じたそうです。また、松本淳さんも桜井翔さんが広末良子さんと仲が良いことを知っており、それが気に入らなかったそうです。 このように、広末涼子さんが、松本潤さんと桜井翔さんの間に火種を作ったということです。しかし、これらの噂は全て真実なのでしょうか、実は。これらの噂はあくまでネット上や週刊誌などで流れたものであり、確かな証拠や根拠はありません。 嵐のメンバーや関係者からも不仲説を否定する声が出ています。例えば、嵐のリーダーである王のさとしさんは、2019年に放送された番組、VS 嵐、富士テレビ系で、嵐はみんな仲良しですよ、と発言しました。また、嵐のメンバーであるにのみ焼かず、 やさんも2019年に放送された番組、嵐に仕上がれ、日本テレビ系、で、嵐はみんな仲良しなんだから、と発言しました。さらに、嵐のメンバーである相葉雅紀さんも2020年に放送された番組、相葉学部、テレビ朝日系、で、嵐はみんな仲良しだから、と発言しました。 このように、嵐のメンバーは、一致団結して船仲説を否定しています。また、松本潤さんと桜井翔さんも、船仲説を否定する発言や行動をしています。例えば、2019年に放送された番組、嵐のワクワク学校、フジテレビ系で、松本潤さんと桜井翔さんは、 一緒に授業を担当しました。この授業では、二人は仲良く協力しており、笑顔やハグなどのスキンシップも見せました。また、2020年に放送された番組、嵐の大挑戦は日本テレビ系で、松本潤さんと桜井翔さんは一緒にチャレンジを行いました。 このチャレンジでは二人は励まし合っており、ハイタッチや握手などのスキンシップも見せました。このように、松本潤さんと桜井翔さんは不仲ではなく、むしろ仲が良いということがわかります。以上のように、嵐の松本潤さんと桜井翔さんの不仲説は、広末涼子さんとの共演がきっかけで生まれたものですが、 それはあくまで噂であり、真実ではありません。嵐のメンバーはみんな仲良しであり、活動休止にも不仲が関係していないことがわかります。嵐のファンの方は安心してください。嵐はこれからも変わらずに素敵なグループであり続けることでしょう。